初めに削っておくことってすごく大事で、なんか結構なんだろう、指先ちょっとつつくと少しなんかツンツンするくらい尖らせておくのがベストな状態だと思います。なんか木とかもこう長めに削っておくと寝かせて描きやすいから、うん、なんか芯出して削ってるけどこの木の部分があんまり出てないなっていう人はもう少し長めに削ってあげるといいのかなって思いました。なんかやっぱり画用紙の目ってザラザラしてるので、こう尖って先端が細くないとその中まで埋まってくれないので、常に尖らせた状態で描くことを意識してください。試験の時とかで鉛筆削りました、それとも削った状態のを何本も持ってきました。そうですね、削った状態のを何本も持ってきました。やっぱりなんか削ってる時間がもったいないなと思ったので、時間って3時間しかないですし、これ私の私物の鉛筆のケースなんですけれども、なんかこのケースだとなんか小さじにちょっとしまいやすいので愛用してます。ツールズとかでも売ってますね。例えばなんかよく使う書き出しの 3B とか、例えばこの行は全部 3B しか入ってないんですけど、 3B だけでも結構10本以上入ってます。みんなもなんかよく使う鉛筆なんか1本くらいしか持ってないっていう人がいたら絶対 2,3 本は揃えておくといいのかなって思いました。使ってる幅としては 4B から4H くらいですかね。結構なんか使い古してるんで汚いんですけど、いっぱい入ってます。短くなっちゃったのはそこに入ってるそのシルバーの棒みたいなのこちらですね、はい、そういうのにつけてやっぱり使った方がいいですよね。そうですね、短い鉛筆だと書きづらいと思うので、こう長くするためにホルダーを買っておくことをお勧めします。あとこういちいちゴミ箱のところで削っていくのも移動がちょっと少し時間がロスしてしまうので、手元にこの鉛筆削りのボックスを作って置いて帰ってますね。練りゴムはそうですね、なんか見えるかないろんななんか暗さのがあるんですけど、これとかはまだ新品に近いかな。これ結構なんか少し暗いと思うんだけど、このくらいだったらまだ使えるかなとは思うんですけど、もっと黒くなっちゃうともう変えていいのかなって思います。どのくらいの暗さって言ったらいいんでしょう、うん、でも結構暗くなっちゃって使い込んでるとベタベタしてくると思うんですよね。もう手にひっついちゃったりとか、一緒にしまってる鉛筆とかにひっついちゃったりとか、なんかそういった消しゴムは買い替えるべきかなって思います、うん、なんか無意識のうちに使い込んでしまう道具だと思うので、なんか結構あ黒いかもと思ったらもうその時点で買い替えてもいいのかなって思います。私はパックで売られてるサイズをちょっと小さく分割して使ってます。なんか片手で持ちながら書きながらちょっと消したい時にすぐ使えるように小さめのものとか、また少しちょっと大きめのもので広い面積転がして色味を調整できるようなものとかも持ってます。あと消しゴムの種類でもう一つ、このノック式の消しゴム皆さん持ってますか？こちら、これは試験当日も使って OK なアイテムなので、まだ持ってない人は買っておくといいかなと思います。これ先端がこう細いプラスチック消しゴムになってて、こうノック式でなんか出すことができる消しゴムなんだけど、今回のモチーフみたいななんか瓶のさ蛍光灯のなんかハイライトの形がくっきり出てくるようなものとか、なんか金属とかの特に真っ白で細いハイライトが入るモチーフとかが出た時は絶対これがないとなんかいい質感に描けないかなと思うので持っておくとおすすめですね。フリーズに売ってるので買っておくといいと思います。あとはガーゼとかティッシュですか？そうですね、私はなんか使い捨てできるティッシュ、ポケットティッシュから取り出して使ってます。